施設内第3ゲート正面からの侵入者を確認。敵は現在農船や本部を地下施設に向かって進行中。現時刻より待機中の各員に緊急戦闘配置を要請する。現場確認は通常の対応でこれを迎撃。敵の機密エリアに侵入を阻止せよ。これは訓練ではない。繰り返し、これは訓練ではない。見せてもらおうか。わしのじいさんが作ったという軍の最高機密兵器とやらな。軍の最高機密兵器、意外に小さいな。ユーザーデータを登録後、パスワードを入力。パスワードはマリアと、最後にカオスエメラルドをセットか。シャッド、僕を目覚めさせてくれたエレン、あなたの願い叶えて差し上げましょう。こんな時に我が力を解くとご覧あれ。こちらスコーピオン正体ホットショット、秘密エリアより危険分子の覚醒を確認。強制排除に移る。了解。あのガードロボットをやすやすと。お前が本当に軍の最高機密兵器シャドウなのか。そのお前がわしの願いを叶えるとはどういう意味じゃ。カオスエメラルドと共に。待て、シャドウ。スペースコロニーアーク、中央制御室でお待ちしています。なんじゃと。いい加減諦めなさいよ、すっごい男ね。トンチロも盗み出しといて何言ってやがる。マスターエメラルドにはカオスエメラルドの暴走を止めるという重要な役目があって。うわ、泥棒。そりゃお前のことだ。エメラルドの反応があるので来てみれば。これはマスターエメラルドではないか。これはドクターエッグマン。あれがドクターエッグマン。まあ何かの足しにはなるやろ。これはいただいていくぞ。さらばにゃ。ママよ。
奴らもあのピラミッドにわしの基地があろうとは気づくまい。うん、軍のゴミどもを果たして基地に戻るかい。カオスエメラルドと共にスペースコロニーアークでか。何があるのか先に確かめてくれる。臨時ニュースをお伝えします。つい先ほど連邦政府首都にある政府国営銀行が何者かに襲われ、保管されていた宝石カオスエメラルドが強奪されるという事件が発生いたしました。また目撃者の証言によると、犯人は数々の事件から世界を救った英雄ソニック・ザ・ヘッジホックではないかと推察されています。犯人は軍のガードロボットを次々と破壊し、現在も逃亡を続けています。これはシャドウではないか。ガラクタどもが。私の代わりにマリア、いつか必ずこの星に住む全ての人たちに、アディオス、シャドウ・ザ・ヘッジホック。我が物です、マリア。今さらそのこの星に隠すべき復讐を。何？まず一つ、無限のパワーを生み出す奇跡の石。あれはカオスエメラルド。なるほど、読めたぜ。俺はお前の代わりに軍から追われてるってわけだ。で、そのエメラルドどうするつもりだ。なんとか言え、この偽物野郎。カオスコントロール。なんてスピードだ。いや、スピードじゃない。カオスエメラルドを使ってワープしているのか。僕の名はシャドウ。この地上唯一にして究極の男。今は先を行く。遊びは終わりだ。シャドウだと？こちらルージュ、エッグマンの基地を発見しました。これから潜入を開始します。とは言ったものの、まずは扉の鍵を探してこなくちゃダメみたいね。転送装置、行く先はアークって、これ50年以上も昔に封印されたスペースコロニーじゃない。こんなとこ行って何するつもりなのかしら。ま、いいわ、虎穴にいらずんば孤児を得ずってね。ここがスペースコロニーアークか。まずはシャドウの言う中央制御室へ直行じゃ。お待ちしていましたよ、ドクター。科学史上最高の頭脳と称されたあなたの祖父プロフェッサー・ジェラルドの遺産をご覧に入れましょう。人類初のスペースコロニー、アーク。
かしここの研究施設から多くの恐ろしい兵器が生み出されていた事実を知る者は少ない。そしてこれはその中の一つ、星をうがつエクリプスキャノン。星をうがつ者、これがじいさんの遺産。ただし今は封印されています。起動するには莫大なエネルギーが必要。なるほど、そこでカオスエメラルドというわけか。そう、7つのカオスエメラルドを集め、この最終兵器を完全に目覚めさせれば、あなたは星をも砕く力を手に入れ、そして意のままにすることができます。せっかく全て。面白い、やってやるわ。こいつを使って世界を支配し、歴史に我が名を記してくれようぞ。果たしてどんなにうまくいくかしら。やった。ねえ、あたしと取引しない？取引じゃと？あんた、あのでかいエメラルド盗もうとした時言ったよね、エメラルドの反応がどうのって。あんたのそのレーダー、私に貸してくれないかしら。それでわしらに何の得があるというんじゃ。他のカオスエメラルドにも心当たりある。こう見えても私、宝石専門のトレジャーハンターなんでね。よかろう。じゃ取引成立ね。私の名前はルージュ・ザ・バット。ルージュでいいわ。まさか今一度この島に戻ろうとはな。しかし軍の基地にカオスエメラルドが保管してあるという貴様の情報、確かなんじゃろうな。まあ信じる信じないは自由ですけど。まあよいわい。作戦の説明を始めるぞ。まずはわしが先頭に立ち、軍の奴らを攪乱しつつ、貴様らを基地内部まで誘導する。シャドウはそこから分かれて軍の兵器庫にこれを仕掛けてくるのじゃ。奴らの追撃は厄介ゆえ、島ごと爆破してこれをかわす。貴様には軍の保管庫からカオスエメラルドを盗み出してもらう。トレジャーハンターの腕前見せてもらうぞ。制限時間は30分。二度目はないぞ。心してかかるのじゃ。よし、シャドウ、ルージュ、こっから先は作戦と。いやー、ソニック会いたかった。無事だったのね。ソニックじゃない、あんた誰？それはこっちのセリフじゃ。ドクターエッグマン。キャー、こんな時に。ここはわしに任せて、二人とも先に行け。観念せい、エミー。久しぶり。エミーは下がってて。エッグマン、悪いことをすると僕は許さないぞ。ドクター、こちらは準備を。時間を指定して。予定外の邪魔が入った。こうなっては一刻の猶予もならん。起爆を15分後にセットじゃ。5分あれば十分。こっちも始めるわよ。最後の最後でしくじるなんて。警備中のフライングドッグより司令本部へ。
セキュリティホールに侵入者発見。攻撃態勢に移る。了解。ごめん、こっちミスっちゃったみたい。金庫の中にカオスエメラルドごと閉じ込められたわ。こんなとこでしくじるなんてトレジャーハンター失格ね。この偽物野郎。偽物？フェイクは君の方じゃないのか。いや、フェイクと呼ぶにはレベルが違いすぎる。言わせておけば。今度は逃がさないぜ、この偽物め。プロフェッサーは自分の研究をあそこにいる人間のためだって言ってる。科学の力でみんなを幸せにする、それが自分の生きがいだって。シャドウ、マリオ、僕には見つからない。僕が生まれた理由、僕は何のために生まれ何をすればいいのか。いつかあの星に行けばそれが見つかるんだろうか。マリア。何黄昏てんのよ。正直意外だったわ。まさかあんたが助けに来てくれるとはね。でもあんたのカオスコントロールってやつ本当便利よね。別にお前を助けたかったわけじゃない。カオスエメラルドのためだ。あらら、素直じゃないわね。準備ができたぞ。大丈夫なの？カオスエメラルドは全部合わせてもまだ6つしかないんじゃない？デモンストレーションをする分には問題ない。さあ、パーティーを始める。うわあ世界中の人間どもよ、よく聞くがいい。わしの名はドクター・エッグマン。人類史上初めて全世界の支配者となる人間じゃ。偉大なる帝国の開幕セレモニー、心して見るがいい。
何カリカリしてんのよ。いやでもすごいわね。地上の様子調べてみたけど、そりゃもう大騒ぎよ。これで世界征服完了ってわけ？今のままではキャノンの充填に時間がかかりすぎる。実用兵器としての性能を期待するなら、7つのカオスエメラルドは絶対に必要だ。今までどこをほつき歩いとったんじゃ。なんかあったの？政府との交渉が失敗したのさ。やだやだ、中年男のヒステリーなんて最悪。貴様自分の役目を忘れたわけではあるまいな。カオスエメラルドの情報はどうしたんじゃい？はい、見つけてきました。なぜそれを早く言わん。なになに？ミサイル落下事件の恐怖からステーションスクエアを救った町の英雄テイルスことマイルス・パウアー君に警視総監賞。町からは感謝の印として巨大な宝石カオスエメラルドが贈られた。とにかくそうと分かれば話は早い。早速地上に降りて奴らを追跡じゃ。だってさ、いよいよ。マリ、ルージュより定時連絡。現時点ではまだこちらのシャドウが本物の究極生命体であるかどうか判断しかねます。プロジェクトシャドウについての調査は現状のまま継続。成功報酬の宝石お忘れなく。シャドウ、目標は青い飛行機に乗って移動中。11時方向よ。了解した。追跡を開始する。ドクター、彼らはまっすぐそちらに向かっている。どうぞ。こちらでもレーダー上で確認した。探す手間が省けた。何のつもりか知らんが、丁重にお迎えしてやるわい。えらい目にあったぜ。やったね。行こうエミ。このコソ泥ネズミども、生きて向こう出られると思うなよ。戻ってきてやがったのか、ソニック。なーに、軽く遊んでやるさ。今日こそは貴様の命とカオスエメラルドをいただかせてもらう。イジー、我がしもべよ。ドクター、調子はどう？逃げられちゃったの？分かったわ。じゃあ
迎撃の準備をしておくから、コロニーのコントロールパスワード教えてちょうだい。あんな親父騙すのなんてわけないわ。さーて、お仕事お仕事。パスワードはマーリアット。マリア、どっかで聞いたな。まあいっか。あった、究極の生命体開発計画、プロジェクトシャドウ。何何、どういうことこれ。まさか、じゃあシャドウは一体。マスターエメラルドの残りもいただきたい。お久しぶりね。私のエメラルドちゃんと集めてくれたのかしら。ふざけるな。どうやら話し合うだけ無駄なようだな。さあ、お前の集めたマスターエメラルド返してもらうぞ。エメラルドのエネルギー反応が2つもある。偽物を使ってわしを騙そうという魂胆か。待てシャドウ、奴らに引導を渡すのはこのわしじゃ。今こそ長きにわたった戦いに終止符を打ち、この天才の名を永遠に歴史に刻む時じゃ。だがもしもの時は後を頼んだぞ。すべてを売るか失うか、ここが瀬戸際じゃ。まあ、どうしてか弱い乙女をほったらかしにするのよ。これはこれはお嬢さん、何かお困りですかな。ドクター、命が惜しくばテイルスとソニックの居場所を教えるんじゃ。
ースライクに行こうではないか、ソニック。まずは貴様が持っているカオスエメラルドを渡してもらおう。この小娘の命が惜しいならな。奴に本物と偽って渡せば、こっちの手間も省けるってもんだぜ。そこに貴様のエメラルドを置いて後ろに下がってもらおう。悪役が板についてきたじゃないか、ドクター。な、そんな偽物に騙されると思うてか。そんな、どうして偽物だって分かったんだ。たった今貴様が教えてくれたわ。もろとも宇宙に放り出して爆破してくれるわ。あとは頼んだぜテイルス。それからエミ、元気でな。さらばじゃ、ソニック・ザ・ヘッジホッグ。ソニック、さらばじゃ、我が忠誠のライバルよ。ソニック、残りは貴様じゃ。最後のエメラルド、おとなしく渡すなら見逃してやらんでもない。あのソニックが、はあ、あのソニックが初めて僕に頼むって言ってくれたんだ。だから絶対絶対逃げ出したりするもんか。所詮はただのハリネズミか。七つ集めれば奇跡を起こすと言われる伝説の宝石カオスエメラルド、そのうち6つが今や私のものに。そいつはどうか。シャドウ、最初からそれがお目当てだったというわけか。それは大統領の命令か。連邦政府大統領専属エージェント、ザッパ。私のこと調べたの？プライバシーの侵害だわ。それはお互い様じゃないのか。なんかこっち働くよくないし、お仕事も終わったんで、あとはいただくものいただいて帰ろうと思ってさ。とんだ食わせ物だな。あら、じゃあそういうあなたはどうなのかしら。究極の生命体開発計画プロジェクトシャドウの経過報告書よ。もしここに映っているのが本物の究極生命体シャドウなら、今私の目の前にいるあなたは一体何者なのかしらね。ドクター・エッグマンじゃ。カオスエメラルドを全て手に入れたぞ。シャドウ、何者かがまっすぐエクリプスキャノンの方針に向かっとる。発射まで時間がない。お前はそっちに向かってくれ。命が惜しければカオスエメラルドは置いていけ。貴様にはフェイクで十分。あんた、自分が本当のシャドウだって信じてるの？当然だ。あんたのその記憶こそ偽物かもしれないのよ。たとえ僕の記憶がフェイクだとしても、僕にとってはそれが全てだ。彼女、マリンの願いを叶える。驚いた。てっきりあの爆発で宇宙の塵にでもなったと。へっ、あいにくしぶといのが取り柄でね。どうやら似ているのは姿形だけではないらしい。君は一体何者なんだ。俺は俺さ、冒険好きのただのハリネズミ、ソニック・ザ・ヘッジホッグさ。なるほど。だが君の存在はもっと無視できなかった。
ここで終わりにしてもらおう。さて、そろそろ蹴りをつけるか。カモン。これで我が世界征服は完全なものとなる。さあ、我が理想国家、エッグマン帝国の幕開けじゃ。